セデスベンツの走行性能はどうか、望月さんのレポートを聞いてみよう。この190という車はですね、やはりハンドルを握ってみて、ベンツだなという感じがしますね。まあその原因はですね、まず非常にシャープなハンドリングを持っているということですね。なおかつですね、シャープであるけども誰でも扱いやすいというおとなしい特性もあるんですね。この2つの要因はですね、両立するのは非常に難しいんですが、ベンツの乗用車はだいたいその条件を満足させるということが言えると思います。それから動力性能が素晴らしいですね。あのタコメーターのレッドゾーン6000から始まるんですがね、この2リッター4気筒エンジンは6000まで軽く吹けますね。したがって、非常に快適なテンポで走ることができる。なおかつですね、低回転の粘りも非常にあります。ですから街中でのスロー走行でも非常にイージードライブができますしね。ハンドリングはですね、シャープであるし、それでいて誰にでも扱いやすい特性を持っている。これはやはりね、ベンツでなければ実現できないような技術の話だと思いますね。ドライビングポジションが非常にぴったりと合わせることができる。これはね、運転のしっかりした運転をするということの基本なんですね。で、この基本的なファクターが190は非常に忠実に守られていると言えると思いますね。この190Eに使用されているサスペンションは前がストラット式で、リアが独特の形状をしたマルチリンク式のオールインディペンデントである。またコーナリング時、ハンドルを握っているとロールするような感じがするが、実際はロールしていないという人を食ったようなサスペンションも特徴である。